まず、まあ、高校時代、まあ、継続この掃除出身の皆さんが集まったっていうところで、まあ、高校時代にサッカー部に所属していたときから足利集球部の存在をやっぱり意識されるものなんですか？どう？あれ？僕の時代はまだ学校が、はい、その高校時代が早稲田だったんで、練習自体はここだったんで、早稲田から先生に乗って東島まで来て、ここで大学生の練習を見ながら、あの三角地帯っていうちっちゃな騒音で基礎練ばっかりやってたっていう、そういう過ごし方だったんで、どっちかっていうと、まあ、毎日横に大学生がいて一緒にグラウンド整備とかしたりしながら、まあ、いろんなことを教えてもらったり、あと、まあ、その近い距離にいたっていうのがあるので、まあ、いい意味でのこう、ね、練習相手というか、練習試合というか、なんかこうちょっとゲーム形式で人数足りなかったら、お前ちょっと入れとか言ってもらったりみたいなのも結構あったので、そういう意味ではすごい、遠い存在ですけど、近い距離みたいな感じですかね。他の方だったら多分学校が国分寺に移ってからなんで、そうですね、ちょっと違うと思いますけど、練習試合とか、まあ、ちょいちょいやってたんで、その時は、うん、意識してた、うん、あと先輩が活躍してたりしたら、そういうので意識はしてたかなって感じです、まあ、こう今現役選手でやられている方々は多分共にプレーされてた方々なんですけど、高校のその頃のイメージというか印象というか、高校の頃、関西から見て、三年、心配だ。そうです。心配です。え、特に長井くんなんか自分ポジションとかも近かったんで、まあ、結構、まあ、頼ってる部分も少なかったし、当時のその監督だった森住先生も、なんかもう困ったら直江を見る。名人だよ。困ったら直江を見る。ツイッターですごいバズる。すごい。もう、結局。お手本とか、尊敬してました。純平君と江野君は、後ろからすごい支えて、自分で、ダメだったんで、支えてもらってました。先輩から見てどう？まあ昔がどうっていうよりは高校時代に比べて風なんかすごい、まあ、今すぐ頼りになるというか、まあ、あの頃まだ体が細かったりとか、まあ、中学から高校のギャップって結構大きくて、特に、JS でやってたような選手は高校サッカーのキックアンドラッシュみたいなところにまだ慣れてなかったんで、まあ、そこでの困惑とかあったと思うんですけど、まあそこでも3年間経って、まあ、今なんかはもう開幕からずっと試合です。むしろこっちが今頼ってます。その通り。相変わらず外すよね。外すそれ変わってないね。俺もあんま人のこと言えないけど、でも和也は最初からドリブルはズバ抜けてうまかったなっていうのが印象にあって、でやっぱりなんか独特のリズムがあるんで、やっぱりそこで森住先生もすごい評価してましたし、自分たちから見てもやっぱりレベルがやっぱ一つも二つも違うなっていう印象があって、まあ、夏で一回ね、コーナーじゃないそう、ただそれを乗り越えてからは本当になくてならない存在になりましたし、しかも自分たちが抜けた後、まあ、結果をだけ聞いている限りでは和也がほぼほぼ点を取ってたっていうのを聞いて、ツイッターとかでもめっちゃ載ってましたし、やっぱりすごかったなっていうのを印象に思います。同期の方ではどうですか？好きな方も高校からまた始めた一緒に声をかけたと思うんですよ。はい、もうそうだ。まあ、健太郎はやっぱり、まあ、カズヤがさっき言ったみたいにやっぱり入った当初から本当にすごくて、もう最初の開幕からだったっけ、そのぐらいからもう最初からレギュラーでフォワードで出てて、で国体にも、まあ、ほとんど高校上がり、高校の人いなかったんだっけ、ほとんど久我山から人ぐらいで、あとは方法 G
ぱり本当にずっと引っ張っていってくれた、総実を引っ張ってくれた存在かなっていうふうに思って、うん、で、純平はもともとはなんかそんなに自分に対して厳しくなかったんですけどなんか私キャプテンになってからだいぶ変わって、で、本当に他人にも特に自分にはめちゃくちゃ厳しくて、で、ですね、多分後輩から見たらめちゃくちゃ怖かったですまあでも自分にすごい責任感を持ってやっていて、で、ですね、めちゃくちゃ純平と健太郎が支えてくれたから、まあ、いいチームができ、まあ、結果としては残せなかったんですけど、すごいいいチームができて、純平は本当に、なんだろうな、本当にキャラじゃないんですけど、そういう。あんまり引っ張ってくるキャラじゃないんですけど、本当にそういうところですごい、なんか偉そうなんですけど、成長したなって。本当に、この二人がいたから、壮絶は成り立ったかなって。やってるよ。監督っていうのは、プロに入ってからいろんなポジションが入ってましたけど、はい、高校の時は高校の時は中盤だったかな、トップ下みたいな感じで、なんかどういう選手って言われたの難しい感じですなんとなく、なんとなくやってないかなんとなくやってるトーク的にはね、カズヤみたいなのだったじゃあキャラクター的にはキャラ的には、なんかこうなんかちょっとよくわかんないみたいな響いてるのか響いてないのかとか、なんかこう、疲れてるのか疲れてないのかよくわかんない確かにところのない感じは似てるけど、プレースタイルは全然違う。伝統とか慣習じゃないですけど、こうなんか壮絶で、壮絶のサッカー部出身だったらこれわかるみたいな、あるあるみたいな感じありますか？連携事件いいえああ出た出たなんか毎年園芸やるんですよ合宿の最終日とか夜とかに出すぎて結構バーベキューとかやった後に園芸やって結構ギリ消灯が多分10時ぐらいだったんですけど結構ギリギリ19時50分ぐらいまでやっててそしたらね寝れなんか結構間に合った人と間に合ってない人が消灯いて、それ先生にバレて、めっちゃ僕の方からね、何やってんだ。隣の建物から、東京の食堂を通って、あの俺らが泊まってる部屋に、その子やばいよ。やばいよ。俺とかは多分もうギリ布団入ってたんですけど、あー終わったって思って、キャプテン、副キャプテンを、で次の毎朝メガネコランみたいな湖一周するんですけど、次の日で寝れないやつは走らせらんないから、フランがなくなる。カズヤは喜んでたんですよ。上級生もらって。下の階だったんです、その時そう俺もそうっす海でバックそう、やべ、めっちゃ覚えてるみんな入れるっすねレノは怒られキャラ毎年いるんですよ高校2年で絶対にボコボコにされるキャラ俺はなんか中園健太っす中園のやつがいるもう一個下はユイヨとかユイヨ東田マスク東田マスクカネはそうかカネは代々いるんですよねこの2人は全然怒られないんですけど完成はもう怒られないんですけどこっちはなんですか些細なことやっても怒られるってことあのプレー中ですねあ、プレー中基本的には怒られるダメだなみたいな感じベンチ声めっちゃ通るからベンチで独り言言っても聞こえてくるそれ聞こえたらもう焦った焦った今できないからベンチ前走るポジションとかもう心折れるサイドバックですもんねちょっとそうですその時あサイドハーフやっ
でもまあベンチ前通ってあちょっと聞こえたのかなって思って途中から交代して入ったのに途中でまだ出るっていう間に合うと思ってきつかったですね。大丈夫ですか、この辺の話忘れます編集で序盤ぐらいに結構決まってますもういいじゃん、強みというか、まあ、双日の選手だからこそ求めることみたいな。そうですね。やっぱりその僕も双日だから、愛情というか、まあ、思い入れというか、双日っていうものを経過してる、経由してる人間としては僕も同じなんで、気持ちも分かるし、だからすごく、思い入れだったり愛情はあるけど、まあ、その分すごく厳しい目で接するよと、でそれはでもみんなにとってのおそらくその、そういうは、まあ、ハードルというかその厳しさっていうのは逆に言うと成長のチャンスになると思うから、まあ、ぜひ頑張ってほしいと。いろいろ思いが入った子が好きで、まあ、特に3人とかは最後の年の最後の総決戦っていうことだと思うんですけど、まあ、思いというかそういうものを聞かせてください。まあ、パンフレットにも書かせてもらったんですけど、まあ、その早稲田っていう看板を背負って今年7年目になるんですけど、まあ、その集大成というか、まあ、正直、まあ、今みんなも言ってたんですけど、高校時代なんか特に試合も全然勝てなくて、まあ、いい思い出を探すのが大変なくらい辛い思い出とか、まあ、苦しいことも多くて、まあ、ただ、まあ、それも全て、まあ今年の早慶戦に出るためのものだったって思えるように残り、1ヶ月3週間ぐらいですけど、まあ、自分が試合に出ることを目指して、頑張っていきたいと思います。そうですね、もう本当最後ずっと憧れてた、まあ、早慶戦ですし、実際自分も去年出てもう一回やっぱ出たいなっていう思いは強いし、今も健太郎とか和也が試合に出て、まあ、悔しい思いの方が大きいし、まだまだその最初のさっきの初蹴りの時のとか、まあ、基準とかそういうなんか求めてるもの、監督の求めてるものに達してないっていうか答えられてないっていうところはあるんで、絶対もう一回試合、まあ、早慶戦も含めて後期とかも含めて絶対出れるようにやっていきたいなと思います。僕もこの早慶戦っていうのが本当に憧れっていうのは1年の頃からずっと思っていて、で結構サポートで早慶戦には何回かベンチには入らないけど裏で仕事してるみたいな状況が、まあ、あったりもして、本当に次はあの舞台で自分が試合に出て活躍したいっていう思いはすごい強くあって、まあ、ただ現状として今まだ B チームにいる状況で、で、まあ、学園だったり就活だったりで全然練習には出れてないところもあるんですけど、やっぱりその中でもどうやっていかにアピールをして自分がその舞台に立つために今で何をするべきなのかっていうのを今すごい考えているところで、まあ、まずは本当に A チームに今は上がって、で、まあ、まずベンチに入れるように頑張んなきゃいけないですし、でその後本当にやっぱりあの舞台っていうのは自分の中では本当に何ですかね、この4年間で一番出たい試合でもあるので、まずは富木さんにちゃんとアピールしてベンチに入れてもらえるように頑張って、まあもし今出れなかったとしても、まあ、その置かれた立場で全力尽くしてチームに貢献したいなっていう思いはあるので、まあ、まずは選手として、ピッチに立つために頑張るのもそうですし、まあ、もし出れなかったとしても、まあ、その自分の役割を全うしてチームに貢献したいなと思います。自分1年生の時は、まあ、仕事とか、まあ、ピッチ外から早慶戦を見てきて、本当に観客の数もすごいですし、本当にすごい舞台だなと思って、でもメンバーとかに入れなくて悔しい思いしてるんで、今年こそは
ピッチに出てプレーでしたので、チームの勝利に貢献したいなって強く思います。じゃあということで、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。